ニューヘイブン線はアメリカが州国コネチカット州、ニューヘイブン市のステートストリート駅からニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクス区のウッドローン駅までを結ぶメトロノース鉄道の鉄道路線。本校ではニューヨークとニューヘイブンを結ぶ一番長い路線、競技のニューヘイブン線を本線とし、他に本線から分かれる3つの支線についても一括して記載する。運転上は全列車が ニューヨークよりのウッドローン駅から先、メトロノース鉄道ハーレム線に直通し、マンハッタン区のグランドセントラル駅を事実上のターミナル駅としている。このため本校では、この区間も含めた、運転上のニューヘイブン線についても取り扱う。ニューヨークの中心部から北東に、大西洋に沿って進み、海沿いの都市を縫うように進む路線である。モータリゼーションの発達した、 アメリカの中でも都市化された市街地が連続し、鉄道利用の多い、いわゆる北東回廊に、ほとんどの区間が属し、アムトラックの長距離列車と並走する区間が大半を占める。この区間では、列車は時速140キロメートル以上で走行する。一方で郊外の住宅地を単線で、ゆっくりと進む視線もあり、二面性を持った路線といえる。 ニューヘイブン線の歴史は古く、1840年に開通したニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道にまで遡ることができる。1970年代の車両入れ替えの際には、バーカーが導入され、ニューヨークを平日夕方に出発する車両に連結されていたが、2014年に川崎重工業製の新型車両導入を契機に廃止された。 途中のスタンフォード駅を境に列車の本数は大きく異なる。同駅よりニューヨークよりは多数の列車が運転されるが同駅よりニューヘイブンよりは列車の本数は大きく減少する。さらに終点側でもステートストリート駅まで行かずに一つ手前のニューヘイブンイコールユニオン駅止まりとなる列車が多い。ユニオン駅にはアムトラックの長距離列車が停車し乗り換えることができる。 列車種別はエクスプレスとローカルがある。ピーク時間帯には長距離列車を中心に多数のエクスプレスが運転されるが、停車駅は列車ごとに異なり規則性に乏しいので、不慣れな利用者にはわかりづらい。このダイヤのために各駅からマンハッタンなどのニューヨーク中心部への移動は速達性が確保されているものの、小駅総合間の移動に難儀することになる。運賃は ゾーン制である。また、ラッシュ時には、加算運賃を設定しており、平日朝の始発列車から、グランドセントラル駅を基準に、朝10時までに同駅に到着する、もしくは平日朝9時までに同駅を発車する列車を、AM ピーク、平日夕方4時以降に同駅を発車する列車を、PM ピークと呼び運賃が、若干高めに設定されている。ニューカナーン支線は、終日、 ダンバリー支線は朝夕のラッシュ時に本線との直通列車が走る。特にダンバリー支線からの直通列車はディーゼル機関車牽引の客車列車であるがハイガス規制のあるグランドセントラル駅などの地下駅へ直通させるために終電装置を持ち電区間では電気機関車として使用可能なタイプが使われている。ウォーターバリー支線は本線との直通を行わない。 野の駅は一部停車入ーカなーン支線ンバリー支線ウォーターバリー視線。ありがとうございます。